はい、チャット GPT カワゴンプロンプト、回答の質を3倍にするテクニックっていうのをお伝えします。はい、こんにちは、こんばんは、カワゴンです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルではマーケティングや IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するために有益な情報をお届けします。ということで、前回の続きみたいな感じになっちゃってるんですけど、カワゴンの、プロンプトでですね、回答の質を3倍にするテクニックっていうのをちょっとお伝えしようかなというふうに思いまして、この動画作りました。はい、今回の内容です。はい、はじめにっていうのと、カワゴンプロンプトで、パターン1、パターン2、パターン3で、おまけみたいな感じでお伝えします。はい、はじめにです。まあ、実はですね、今回もですね、動画の制作時間がなかったっていうところがあります。で、今回のプロンプトなんですけど、先日たまたま偶然見つけたテクニックということで、前ぐらいのやつちょっと見てくれてなかった人にはすごく新鮮な感じじゃないかなというふうに思います。ただちょっと見てもらってる人にとっては、あれ？これ？みたいな感じになってるかもしれないんですけど、まあまあまあ、そういう感じのプロンプトをちょっとお伝えしようかなというふうに思ってるんですが、これですね、マジ使えるプロンプトなんですよ。ほんまに、何回も言いますけど、マジ使ってほしいんです、皆さんに。実はちょっと不本意に見つかったプロンプトなんですけど、そっからちょっとね、改良そんなに加えてないんですよね。あのまんまで使えるんで、それにちょっと一工夫した感じのやつをちょっと伝えていこうかなと思うんで、まあ、パターン1、パターン2、パターン3っていう風に紹介して、で、おまけが一番すごいかもしれないんで、なんやったら、飛ばしておまけだけ聞いてもらってもいいかなっていうぐらいの、ちょっとね、すごいのちょっと、編み出したんで、よかったら参考にしてください。はい。まずですね、このカワゴンプロンプト。まあ、カワゴンプロンプトで付けていいのかどうかわかんないですけど、まあ、ちょっとプロンプトの紹介です。はい。ざっとこんな感じなんですね。質問事項を〇〇〇っていうところに要件を入れるだけ。あと下は定型文として常に表記します。で、実はね、僕の動画とかで紹介して、してるのを見ていただいてる方はお気づきかなと思うんですけど、実はね、下に書かれてる、まあ、プロンプトの定型文なんですけど、3つまでしかないんですよ、実は。で、これちょっと読み上げるとね、まずは上記の問いに対して回答の書稿を作成してくださいということで、質問の内容に対して書稿を作ってもらうんですね。で、次に回答を細かく分解して複数の小さな問い、検証質問を生成してくださいということで、自分自身でその質問の答えをしたものに対しての細かい分解した質問を作るんですよ。で、それぞれの小さな問いに対して細かく回答をしてくださいっていうので、自分が不思議だなと思ってる、チャット GPT が不思議だなと思ってる内容を出力して、でそれに対して自分が答えるという、これなんて素晴らしいね、自分で自己解析するっていうプロンプトなんですね。で、最後にですね、僕これ一つだけ付け加えたんです。で、小さな問いの答えからもう一度質問に対して答えてくださいっていうのを付けました。で、それによって1回目の初稿の回答に対して精度が上がった回答をしてくれるんじゃないかなということで、僕これをちょっと作ったんですね。ではその辺をちょっと検証する意味でもパターンちょっと見ていこうかなというふうに思います。はい、パターン1です。これね、もしかしたらよく使う内容かもしれないですけど、質問です。はい、これちょっと質問形式に無理やりしてるかもしれないですけどね、来月の売上見込みについての会議資料をどうやって作ればいいですか？来月の売上見込みについての会議資料をどうやって作ればいいですか？下は全部一緒なんですよね。上だけ書けてるだけです。で、たったこれだけの質問を投げかけるだけで出てくる内容がこんな感じです。はい。初稿ではですね、来月の売上見込みについての、まあ、会議資料を作成するための以下のステップをお勧めしますということで、まあ、データの収集とかですね、分析と評価で、予測モデルの、構築とかですね、見積もりの作成とかで、プレゼンテーションの準備みたいな感じで提案してくれてるんですね。で、次にですね、それに対して検証質問が出てくるんですね。それが、どのデータを収集すべきか、
データ分析で、重要なポイントは何かで、予測モデルはどういうものを構築すべきなのか、で売上見込みの、見積もりはどのように、計算すべきか、でプレゼンテーションはどの情報を、強調すべきかっていうことに対しての回答が全てこれ答えを出してくれてるんですね。でこれが自分自身で分析をして答えを導き出しました。で最後にですね、最終回答こんな感じになりました。はい、来月の売上見込みについての会議資料を作成するには、過去の売上データや市場データを収集し、これらのデータを詳細に分析してトレンドやパターンを把握する必要があります。分析では市場の変化、競合他社の動向、顧客のニーズや具体的など、期待なども考慮に入れます。でこれらのデータをもとに予測モデルを構築し、来月の売上見込みを計算します。作成したプレゼンテーションは分析結果や予測モデルの概要で、作成された売上見込み、重要な市場トレンドや、競合情報、そしてそれに基づいた戦略やアクションプランを明確にし、視覚的に表現することで情報の伝達を、効果的に行うことができますっていう回答に変わったんですね。はい、いかがですか？精度だいぶ上がってないですか？まあ、こんな感じでですね、まあ、一発目の回答だけじゃなくて、その回答に対して分解した質問を作らせておいて、それに答えた上で回答させるっていうテクニックなんですね。はい、じゃあちょっとね、パターン2っていうのもちょっとやってみようかなというふうに思います。ちょっとねこういうのもね、作ったらどうかなと思って、ちょっと一工夫ちょっとプラスしてます。それは何かっていうと、まあ、質問者の情報をちょっと与えました。質問者は町外れのイタリアンの店主です。で質問内容はこんな感じです。10月度の売上を向上させるための秋のスペシャルメニューは何がありますかっていうことで聞いたんですね。するとこんな形で、出してくれました。でこれもですね、検証質問というのをこう出して、最初に初稿で答えてくれてるんですね。でそれに対して疑問に感じるところを、どんどん出していただいて、で細かく回答をしてもらった結果がこんな感じです。はい、10月の売上向上のために旬の食材を生かした、多様な料理を、提供することが効果的ですみたいな感じで作ってるんですね。で初稿を見ていただいて、で、最終回答を見ていただくと分かるかもしれないですけど、初稿にはですね、例えばキノコとかっていう形でね書いてるんですけど、こちらではもっとより具体的なですね、食材が出てたりとか、であと、具体的にはそのどういうふうにして集客をすればいいのかっていうところとか、なんかちょっとねブラッシュアップした感じで最終回答が出てるんですね。なんで、まあ、このパターンもいけるんじゃないかなっていうことで思いました。で、次ですね。パターン3です。で、もう一個ですね。ちょっとね、付け加えてみました。はい、今回の内容ですね。質問者、35歳の素朴な独身会社員。対象者を作ったんですね。24歳の、新人美人会社員。で、質問ですね。対象者とお付き合いをしたい。どういう手順で何をすればお付き合いできますかっていうことで、質問を投げかけました。するとですね、答えがこんな感じで出てきました。はい、こんな感じですね。で初稿としては、まあ交際関係を築くためにはみたいな感じでこう綴られてるわけですね。で検証質問としては、まあ、この内容に対して検証質問がこう並びます。で、まあ、いろいろね、言われてるんですけどね、まあ、細かく回答していただいてる内容とかも、全部こう、ね、具体的にこう出してくれてるんですね。で、それの最終回答がこんな感じです。はい。まあ、24歳の、新人美人、会社員との方とのお付き合いをするためには、まず、友人の、信頼関係を築くことが重要です。当たり前ですよね。
で、まあ、ここで具体的にですね、なんかこう、ランチ誘ったり、カフェ誘ったりとかして、会話を交わしてっていうことで、ちょっとね、この辺もですね、ちょっと具体的になってるんですね。で、この、お互いの共通の、趣味とか、うん、ね、まあそういったものを、共有しましょうみたいな感じでね、こう共有の趣味とか、まあそういうのを興味を通じて、自然なコミュニケーションが生まれますという感じで、まあ手順みたいなのもちょっと細かくなってるんですよね。っていう感じで、まああのオープンマインドで健全な関係を築くことが、できるでしょうみたいな感じでなっていると。だから、これもですね、本当にね、こう質問するっていう、何々どうなんですかって聞くだけで回答を得てたことがほとんどだと思うんですけど、まあ、たった4つですね、たった4つこう付け加えることで、自分自身で考えて精度が上がっていくんで、ぜひこのちょっとプロンプトをですね、真似していただいて使っていただくと、皆さんも、自分がやろうと思っていることが具体的になるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、最後にですね、このおまけです。これ、ね、おまけがね、一番ね、もしかしたらね、いいかもしれないですね。はい。まあ、質問内容はこんな感じです。先ほどの手順と同じような感じで、ちょっと付け加えてみました。今回はちょっと実践的な内容の、質問で、ちょっと作ってみます。で、質問者はですね、美容室向けの商品販売の営業マンを想定しています。で、対象者がですね、チェーン展開している美容室のオーナーさんです。で、質問事項はこういった形にしました。対象者に、適切な商品を提供して、定期的な取引をしたい。どうしたらいいでしょうか？対象者に適切な商品を提供して、定期的な取引をしたい。どうしたらいいでしょうか？ちょっとね、この辺、ちょっと具体的じゃないですか。で、こういう質問を投げかけてみました。するとですね、はい。こんな感じの回答が来たんですね。先ほどと同じような回答になります。書稿があって、で、それの答えをします。なので、それ、より具体的な内容で、質問事項を準備して、それに対しての回答をやってくれました。すると、まあ、改正後の回答としては、より具体的な回答をしてもらったんですね。はい。まあ、本当に、まあ、これでも全然いいと思うんです。で、まあ、この回答を見て、ああ、なるほどな、こういう形でやっていこうというふうに思われると思うんですけど、僕はですね、ここからもう一プロンプト、ちょっと与えてみようかなというふうに思いました。はい。で、まあ、回答、具体的な回答を細かくして、具体的な回答をいただいたんで、では、具体的な来月度の行動計画を提案してください。ということでお願いしたんですね。すると、こんな感じで出てきました。先ほど挙げてもらった内容のより具体的な行動計画を提案してくれたんですね。はい。まず、1週目はこうしましょう。2週目はこうしましょう。3週目はこうしましょう。みたいな感じで、より具体的な行動をここで指示してもらってます。まあ、1週目って何をするのかっていうと、まあ、市場調査とかですね、データの収集しましょう。で、まあ、そのチェーン展開する方に対しての、まあ、アポイントの設定とか、まあ、より、1週目でこういうあの情報収集をして、でアプローチをかける方法を、考えましょうということですね。で、2週目です。で、初回のミーティングとしての、確認をしましょうということで、初回ミーティングの内容をここで、設定されて、でオーナーのビジネスモデルとかですね、ニーズ要望とかで予算等をここでヒアリングするわけなんですよね。はい。で、まあ、商品の、まあ、設定とかですね。まあ、資料の作成というのを2週目にやろうと。まずヒアリングをして、まあ、情報収集してアプローチをかけようと思ってお話をしに行く。で、そこでビジネスモデルとかニーズとか予算とかですね、要望を聞いた上で、で、2週目に、じゃあ、それの具体案を作っていきましょうということなんですね。で、3週目ですね、商品選定のミーティングということで、もう商品がある程度決まったんで、で、こういうのいかがですかっていうことで持っていくのが3週目なんですね。で、ここで、まあ、いろんな形でお話をして、で、より具体的なね、ニーズとかいろいろ聞いてるんで、それに合ったような商品を持っていくわけなんですよ。で、そこでオーナーの展望に応じた、まあ、契約の内容の交渉に進んでいくと。で、4週目はですね、
まあ、その契約の確定とか納品スケジュールなんかを確認しながらっていうことで、より具体的なフォローアップの計画とかですね、まあ、そんな感じで進めていきましょうねっていうことで提案してくれてます。まあ、多分ね、初稿での、まあ、内容がざっくりそこだけで判断してやってらっしゃったと思うんですけど、そこからより具体的なアドバイスをもらいました。で、それをもとに自分自身で行動していこうというふうに思うんですけれども、その行動するのってなかなかね、自分でまたプロセス考えないとダメじゃないですか。そこもある程度の叩き台ドラフトを、やっぱりチャット GPT に作らせておいて、で、それをよりブラッシュアップして自分なりに行動していくっていうのが一番いいこの使い方じゃないかなというふうに思ったので、こちらの方をご提案します。はい。おまけ、一番多分使えるんじゃないかなと思います。先ほどの質問の一番最、次のプロンプトにですね、より具体的な行動計画を教えてください。提案してください。ってことで投げかけてください。すると、先ほどの答えをより、明確な感じの行動計画を教えてもらいます。なので、まあ、お付き合いしたいなっていうのはあったじゃないですか。あれの続きも僕実はやったことあるんですけど、やったんですけどさ、プロンプト与えて、より具体的な行動計画立ててくれって言ったら、まあ、本当に立てました。で、最初なんか友達になるような感じのプロセスを出してくれたりとかしたんで、まあ、だから、やっぱりね、答えを聞くだけじゃなくて、具体的行動に移すための方法っていうのも、一応そこまで提案してもらってやっていくと、よりこのチャット GPT がフルに活用できるんじゃないかなというふうに思いましたんで、皆さんもぜひ使ってみてください。はい。こんな感じでですね、ビジネスを応援するような動画を365日毎日更新しております。今回ご紹介したですね、内容とかも、実はコミュニティ持ってまして、Discord の方でですね、コミュニティ持っております。でもしご興味ある方いらっしゃったら LINE でですね、勉強会に興味ありっていうことで、ご連絡ください。でその方にですね、勉強会のご案内をお送りさせていただきますので、もしよかったら、お願いします。はい、どうもありがとうございました。Thank you.